皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は2月7日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。梅吉が写真屋を営んでいたり、子供の写真を撮るのが得意だというのは、やっぱり家族が大好きなんだろうな。鈴子たちが幼い時もいろんな家族写真を撮っていたし、多くの家族を亡くした梅吉だからこそ、今の家族の姿をとどめられる写真というものが好きなんだろうな。もちろん愛子にも会いに来たんだろうけど、一番は鈴子の顔を直接見て、辛かったやろというために来た梅吉が、対面した瞬間に愛子ごと鈴子を抱きしめるのがすごく良かった。ラッパと娘をうまく歌おうと奮闘していた鈴子と、福来くんのためにいい曲を作ろうとピアノの前に座る羽鳥先生が重なって見えたようだった。羽鳥先生も自分なりのバドジズを見つけて殻を破っていく。ジャズだね。ピアノの前で真っ白な楽譜を見つめながら、鈴子との思い出を回想する羽鳥先生。これまでは彼自身の音楽を表現するために鈴子に曲を書いていたというようなセリフもあったけど、間違いなくその全てが鈴子のためになっているんだよね。そして興奮する羽鳥先生が鈴子に渡した出来たてほやほやの譜面には、東京ブギウギの文字が。愛助さんは周りから愛される子という願いを込めて名付けられて、その通りの人間になったけど、梅吉は愛されるよりも人を愛したい人なんだよね。だからこそ自分自身もしっかり愛する、この気持ちって実はすごく大切なことなんだろうなって、梅吉を見ていて感じたよ。花湯を始める前、わてがいろんな仕事をして、お父ちゃんが料理作ってたってつやさん言ってたもんな。実は料理が得意な梅吉。かわいそうやな、わし自分かいな、お互いにや。この短いやりとりで戦争による辛さ悲しみが吹き上がってくる。下宿のおばさんおじさんのことも必死に探したんだろうな。描かれなかった情景も吹き上がってくる。梅吉は魔法の桃と同じ存在になった。この世にあるんかもしれんし、ないんかもしれんけど、確かに鈴子を救ったんや。あの梅吉が自分で稼いだお金まで置いてったで、思いっきり褒めたってや、つやさん。つらかったやろ、この一言に全てが詰まっててすごい。つやちゃんおらんのかと思いながら生きている梅吉と同じように、これから鈴子も愛助さんおらんのかと思いながら生きていくのね。悲しいけど、それを覚悟させた梅吉の存在と教えは素晴らしいと思う。戦争を挟んで久しぶりに会って、お互い泣いて再会を喜んだりはせず、相変わらずうざいし面倒くさいし、そして憎めない梅吉。鈴子と梅吉の距離感も変わらない。また一緒に住めばいいのにとは思わせない絶妙な親子関係が素敵。得意のセルフ紙吹雪、梅吉は酒に頼らず自分で自分の機嫌をとって生きていけるようになったんだな。お父ちゃんほとんど役に立ってないけど、親子の気やすさと優しさと、愛するものを亡くした者同士の共感がある。
今年のレンゲはつやさんが歌ってた子守歌だな。福来くんのためにという強い意志にとらわれていた羽鳥先生がうなだれるように電車に乗る人たちを見て、日本の復興ソングという意識転換が行われた瞬間にメロディーが湧き始める。鈴子と梅吉がお互いを思い合ったように、歌手福来鈴子と日本両者の復興が重ね合うことで産声を上げる東京ブギウギ、こんなのワクワクするに決まってるじゃないか。東京ブギウギのリズムとメロディーが舞い降りた瞬間、周りの目なんか全く気にせずメロディーを紡ぎ始める羽鳥先生、まさに音楽の申し子、音楽の神様に操られているかのように紙ナプキンに音楽を書き連ねる。何よりずっと半笑いで心から楽しんでいる様子が最高に羽鳥先生だった。周りからはドン引きされてたけど、服部良一さんが東京ブギウギのメロディーを思いついたのは電車の中、途中下車して駅そばの喫茶店に入り紙ナプキンに書き起こしたのは事実みたいですね。喫茶店は今休業中の西荻こけし屋さん。地元の人たちに愛されていたお店。当時は中央線沿線の文化人が集まる店でもあったとか。車内の疲れ果てた人たち、まだ国民服を着てる人たち、立ち上がるために自分の元へ来た鈴子と、そんな人たちを重ねて日本全体を盛り上げたい復興ソングがあの元気いっぱいの東京ブギウギなんだと思い知る。改めてこの曲を聴き直してみるとなんだか涙ぐんでしまった。羽鳥先生というか服部先生というかすごい人だな。最近忘れてたけど、まだまだ戦争の傷跡は残ってるんだよな。下宿屋の夫婦のことも屋台のおっちゃんのことも共通の知人相手じゃないと話題にしないし、たくさんの人の行方がわからないまま、自分自身も生きるだけで精一杯の時期なんだね。だからこその復興ソングがもうすぐ生まれるんだね。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。